阪急320系電車。阪急320系電車は、阪急320型電車は、かつて、阪神急行電鉄及び京阪神急行電鉄、ともに、現在の阪急電鉄に在籍した小型の通勤系、電車である。宝塚線の急行の梅田宝塚駅間33分運転開始に際し、再始。 宝塚線では1921年の5 1系6 3から66以来14年ぶりの新車として1935年に12両が製造された。本形式は1935年3月に320から331の12両が神戸の川崎車両で製造された。外観は先に神戸線に登場した900型を 宝塚線向きに小型化したスタイルで、基本的なデザインは引き続いて増備された380系、500型に受け継がれ、戦後の1948年に運輸省企画型電車として登場た550型も、含めて宝塚線小型車グループを構成することとなった。なお、本形式の製造を開始した1934年に、 宝塚線への大型車投入が検討されたが、当時の宝塚線の輸送状況から大型車の投入は見送られることとなり、1952年の車両規格工場工事完成による810警備、600系の入線まで小型車の増備が続けられることとなった。車体は前日の通り九百型を宝塚線向きに小型化した軽量構造の全成車体で、 車体長は約15メートル、車体幅は約2.35メートルである。側面窓配置は D1D6D1D、D 乗務員扉、D 客用扉、戸袋窓の両運転台車で、段付きのウィンドシルも900型を引き継いでいるが、客用扉間の窓数は車体長が短いことから900型に比べると2枚少なくなっている。 妻面は九百系同様中央に貫通扉を配した三枚居窓で、運転台、側幕板部に、行き先方向幕、女子台側幕板部に微灯を配しているのも九百、型と同じである。ただし屋根は九百型に比べると浅くなっているが、中央にガーランド型通風機を一列四機配し、その左右に乱暴度を巡らせているのは、通風機の個数が違うとはいえ九百型と同じである。 座席は900型と異なり、ロングシートであるが、袖仕切りの形状は900型や、同時期に製造された920系に比べて、丸みが大きいものになっている。主電動機は、ゼネラルエレクトリック車製 G-263 e のスケッチ生産品である、芝浦イス E-107 を吊り掛け式で4機、搭載し、制御機は電空か無軸式の PC-5 であった。 歯車比は 51K75 以降や 300K310 から319と同じ28時58分で高速性能を重視したものとなっている。代車は川崎車両製 K12 で、これはボールドウィン BW-78 から 25AA のデッドコピー品であった。ブレーキは当初より M3 同弁を使用するアーム自動空気ブレーキが 採用されており、最大5両編成が可能となり、戦後の輸送力増強機に威力を発揮した。なお、翌1936年以降に増備された380型や500型は、性能的には3 0 0系3 0 0から309に準拠したものであり、5 1系ベースの本形式とは、主電動機特性などが異なる。そのため、 当初はこれらの形式との並結及び共通運用はできなかった。純然たる宝塚線向けの新車としては1系以来となる。本形式は当初の予定通り急行運用に投入され、梅田宝塚間33分運転を開始した。1機あたりの1時間定格出力が8 2ットの電動機を搭載した380型や500型に比べると低いものの、 電動機を全軸に装備したことから2機搭載の380型や500型に比べると1両あたりの出力は高くなり、梅田駅を同時発射する神戸線の900.920系に引けを取らない加速ぶりを示すことがあった。1939年には、全小島にフードを取り付けるなどの投下完成工事を実施したが、太平洋戦争末期の空襲にも、 大きな被害を受けることなく、抽選を迎え、戦後間もなく10日完成用のフードなどが撤去され、1947年には、歯車費を 51K51 51から74と同じ24、62に変更されて、1941年に同様の工事を実施された 51K75 以降のグループと同様、性能面では本形式と 51K 全車両が、 同一水準となった。本形式は、宝塚線とその支線である、美濃線で2両から4両の範囲で編成を組んで、運行されていた。しかし、1952年3月15日に、実施された梅田池田間及び、美濃線内の大型車両運転開始の前に、神戸線から転入した600型や、心臓の810系と入れ替わる形で両端に、本形式を置き、 中間に51系の制御車である81から86を組み込んだ3両編成6本を蘇生して、全車イマズに転出した。この時にドア部分にステップを取り付けたことから、車体幅が約2.69メートルに拡大されている。その後1954年と1955年には51系の610系への危機流用に際して、 制御者化さった380経前車を81から86の代わりに中間に組み込んだ。しばらくは今津線の主力として運用されていたが、1956年2月に発生した省内事件以降は小型車の4両あるいは5両編成での運行が状態化しことから両運転台で、 小回りが機器従来機器の互換性がなかった380.500系の両形式とも、両形式が610系製造に伴う、床下機器交換で51系ベースの本形式と同等の性能になった。加えて、並結及び共通運用が可能となったことから、全社宝塚線に復帰した。この当時の宝塚線の旧型車は、 前日の6 1 0系の製造や1956年から1958年にかけて登場した1 2 0 0の製造に際して形間の床下機器交換を頻繁に行ったが元が5 1系ベースの本形式は機器交換の対象外となり他形式がスペックを大きく変える中で唯一登場時とほぼ同じ性能を維持していた 1950年代後半から1960年代初頭に、かけては本形式と380系、500系の根結で4両あるいは5両編成を組んだ。ほか、本形式のみの4.5両編成や本形式の中間に付随者化された1型や300型を組み込み4.5両編成など、バラエティに富んだ編成で、宝塚線及び美濃線で運用された。しかし、 宝塚線への1100系や2100系の増備、神戸線への2000系増備による2920系の宝塚線転入に伴い1961年に7が西宮車庫に転出、再び今津線での運行を開始したほか、伊丹線や紅葉線といった神戸線の支線区での運用を開始、1963年には全社宝塚線から転出して、 これらの支線区が主な運行路線となった。本形式は、1960年代後半に予定された、新方線化線電圧の直流線 500V への、昇圧に際しては、昇圧改造の対象外となり、1964年以降、昇圧速応車として大量に増備された3000万3100系に置き換えられることとなった。この頃、 乗せ電気機動沿線の宅地開発が急速に進み、それにつれて乗客も急増していったが、主力車両は半球から、超と、対応された元、新京半鉄道の P-4P-5、軽電 R10 系の10.20型と、従来から在籍していた木造車を交代化した50.60型と31系であった。全車は両連結運転できるが、木造車であり、 後者は、後正者であるが直接制御者のため連結運転は、できなかった。のせ電機軌道では、半球から昇圧で余剰となる、本形式をはじめとした小型後正者を投入する、ことが安全面という総力増強の面で特策で、あると判断したことから、その第一陣として、本形式の太陽を半球に対して申し入れることとなった。しかし、半球では、小型車でも電では、 初の15メートル車となることから、線の塔の改良計画を策定するために1964年7月に330と331の2両を阪急から借り入れて入選試験を実施、初期の目的を達成したことから10月に返却された。この試運転の際にはパンタグラフをトロリーポールに変更して入選している。本形式のからへの貸し出しに際しては、 阪急西宮工場にて、ステップ撤去や標識等の埋め込み、ジャンパ線の内側への移設など、乗せ電内の線路事情に合わせた改造を実施の上、トレーラーで西宮車庫から池田駅前駅構内へ輸送されて、1965年9月30日から同年12月までの間に、全12両の搬入が完了したが、施設改良が完了していなかったことから沿線を、 点々と移動して、最後は建設中の平野車庫の構内に留置された。施設改良後の1966年4月に本形式の使用認可が下り、7月から10月にかけて半球席のまま、野瀬電機軌道との借入れ契約が成立し、2両編成で野瀬電での本格的な運行を開始した。本形式の投入によって、従来から在籍していた車両は川にし、 国鉄全駅、川西の瀬口駅間の区間運行に充当する51.61の2両を残して全廃された。本形式の入線当初は、鈴見型機駅付近の急線区間のように道路の片隅を走る光景も見られたが、複線化や新線への移設といった線路改良が急速に進むにつれて、のどかな農村風景からニュータウン風景の中を走るようになり、 編成も当初は本形式のみの2連であったものが、1968年4月からは、遅れて入選した500型と3連を組むようになり、後には本形式だけでも3連を組んだ。その後車席が阪急にあることで、阪急所有車両の平均車齢が上昇することから、阪急から乗セデンに対して購入依頼があり、1973年3月1日付で、 乗せ電気軌道に上途された。乗せ電気軌道入線後は大きな改造もなく使用されていたが、1975年には本形式単独で4両編成固定で使用されるようになり、この時点で先頭車として使用されていた320.323324.27328.331に列車無線装置が設置され、 さらに4両編成のうち2本に組み込まれていた車両1977年に320.322324.326のパンタグラフを撤去した。昭和50年代に入ると車体の老朽化が目立ってきたことから1979年から1980年にかけて車体更新され同時に380.500型と共に5両。 編成化されることになった。この時点で列車無線が装備されていなかった321.322325.326329.330の6両は運転台を撤去して中間車化され、また324と327については片運転台化された。なお322についてはパンタグラフが再設置されている。車内については 客用扉の交換や、車内灯の蛍光灯と袖仕切りのパイプ化が行われた、ほか、蛍光灯の取り付け等に伴い電動発電機の設置が行わ、老朽化の目立っていた屋根周りについても、ベンチレータの交換が実施された。なお、320.323328.331の4両は、更新対象から外され、2両編成で、 日清線専用車となったが、車内灯は、グローブ式白熱灯から、環球式電灯に変更された。車名が、乗せ電気軌道から、乗せ電鉄に変わっても、本形式は500型や380系、1977年以降に入線した610系とともに、主力車両として走り続けた。1980年代に入ると車令が45年を、 超えて老朽化が進んだことと ATS の取り付けが困難なことから、1983年以降1 5 0 0への置き換えが開始され、同年8月に321.322の2両が廃車されたのを、皮切り、1984年に324から327.329330の6両が廃車された。その後も未更新車4両が残っていたが、 1986年12月7日に500型と組んでさよなら運転を行った後、同年12月20日付で廃車され、姿を消した。なお、328が平野車庫に保存されていたが、1992年に解体された。側面の車掌についてであるが、当時はそこまでこだわりがなかったのか、のせげの旧車掌ではなくて、阪急の旧車掌のまま。 運行していた時期があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。